はい、いつも動画ご覧いただきありがとうございます。今日は外はめちゃくちゃ風がビュービュー吹いてめちゃくちゃ寒いです。それで世間様はコロナウイルスということで、今ハッシュタグのステイホーム、家でいようっていうのが流行ってるっていうか、みんなでやろうステイホームっていうことで、今回はよそに行くのでなく、私のステイホームの仕方を動画にまとめました。はい、ここがいつもの、ここがいつもの私のデスクになります。総理大臣は高尚な本を読んで、なんかコーヒー飲んで、ワンちゃんをよしよししてましたけど、総理大臣って暇なんでしょうね。なかなか今の時期総理大臣忙しいと思うんですけど、ステイホーム、総理大臣もやってるということで、私もステイホーム。私の愛読書リバティウォーク。はい、YouTube もそうなんですけど、やっぱり好きな車とかバイクとかそういうの見てたらすごくなんか落ち着くっていうか、精神的になんか癒されるっていう感じで、もうリバティウォークのこのね、ボディキットついた車見てたらすごく癒されます。そんでもってまた、こちらが撮影用撮影機材、これ車の横にピタッと貼り付けるタンクに貼り付けて撮影する道具とか、GoPro 関連の道具はこっちの方に入れてます。それで工具もこんな感じで、16歳の時から工具ずっと揃えていきました。そしてこの工具が一番初めに買った工具でございます。この工具当時で多分 2,3,000 円だったと思うんですけど、16歳、今から40年前のこの2500円はなかなかお金が出なくて、それで毎月ちょっとずつ小遣いを貯めて、一番初めに買った工具です。それで、今は工具も随分増えました。こんな感じです。その時その時で、必要な工具ずっと買ってきたので、もうなちょっとバラバラなんですけど、このラチェットにしてもその時その時でこの肉厚が違うとか、あとインパクトドライバーに対応とか、いろんな感じで買っていったので、ちょっと内容はバラバラなんですけど、自分が使いたい時に、使える工具は全て揃っていました。それでよく最近動画の方にさせていただきました、この4本はピカピカとか、ゼファーピカピカっていうんで、使ってる、私がこう使い分けてる分です。いろんなところ、例えばエンジンのフィンとフィンの間はこれでこすってやったりとか、重宝するのはこの歯ブラシでやったりとか、より小さいところはこのリューター使って、ゴシゴシ磨いてます。こんな感じです。あと一番上がエアーツール、これは重宝してます。これちょっと小型になったのがすごい嬉しいですね。最近そして、買った工具、これ重宝してます。これね、モンキーとかプラスドライバーが昔の昭和のバイク多いので、これプラスのネジのところに当ててパーンって叩いてやったら、そしたらぐるっと回るというトルクハンマーっていうんですかね、こう叩いたらぐるっと回るという仕組みのハンマー。それとかこれは重宝してますよ。車の内張りとかピッと外して、例えばステレオ取り付けするときに隙間に入れて出す、これがあればなかなか傷がつきにくい。そして、インナーフェンダーとかこの車の内張りを外すときに、こういう車のクリップですね、クリップのここに挟んでフッと引き抜くという、この工具もすごく重宝してます。そんな感じで、いろいろ今まで揃えてきました。でこの棚なんですけど、これも DIY で私が自分で作りました。杉板張ってこの棚を作ったり、こんな感じで
私のガレージライフを楽しんでます。ここら全て手作りでございます。こんな感じ、ちょっと雰囲気いいことないですか。こんな感じです。これ100均のあの英語のやつ買ってきて、はい、私の会社名貼りました。こんな感じで、こちらが私のあのバイク部屋&ガレージの書斎、ガレージの書斎っておかしいね、まああのガレージになってます。こんな感じで、もう私が一番落ち着く場所はここです。いつもここでうだ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 やってます。ちょっと今からね、あの一眼レフでバイクの方ちょっと撮影してこうやってみますんで、ちょっとバイクも見てやってください。超難しい。まあこんな感じで撮影、ちょっと今からはしばし撮影タイム、まあこんな感じですね。一眼レフのこんな感じ、はい、はい、てなわけで、本日はステイホームということで、ガレージ、私のステイホームはガレージでのんびりやるということで、このような動画になりました。また本日もゆるい動画になりましたが、最後までご視聴の本当にありがとうございます。これからもまたあの車で走ってるシーンとか、こういうステイホームとか、いろんな、ま、あのガレージ、また車バイクに、交わる動画を作っていきたいと思いますので、どうか、ご視聴の方よろしくお願いいたします。それで、このような動画になりますけど、よろしければチャンネル登録の方もしていただければ幸いでございます。では次の動画でお会いしましょう。